皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2023年5月の1日月曜日でございます。気温は21度。またまた暖かい感じじゃございませんか。いよいよ夏が迫ってきているのでございます。夏がもう準備運動してますよ。ストレッチとかしてます。手足をブラブラさせて、もう完全に夏体制でございますよと僕が嘆くのには理由がありまして、僕は時が流れるのが苦手なのでございます。皆様はどうです？時の流れってだって残酷じゃございません？生き物の天敵が時の流れだと思いますよ。だってどうしたって体は老いていきますし、体調不良だってなりますし、なんかそうですよ、下手したら天に召されてしまう、そんなことだって起こるわけでございますよ。ですから時の流れめって言いたいような気持ちになります。皆様はでも時の流れに抗おうとなさらないことをお勧めいたしますよ。だってどうしようもできませんからね。それともどなたかタイムマシーンとか考えてくださいます？もしもタイムマシーン完成しましたら、こっそり僕にも使わせてください。よろしくお願いいたしますとのことでして、本日も引きこもりスアワー行ってみようかと思います。ではでは行きますよ。僕の昨日の夕飯は狐うどんの何でしたっけ、ちくわじゃなくってなんだろう、思い出しました。きつねうどんのメンマのっけのっけでございます。すみませんね、ど忘れしちゃいまして。そんなど忘れもキュートって言ってくださると嬉しいばかりでございます。それにしてもメンマをたくさん乗せたその、お写真、はい、ちゃんと撮っておりますので、どうぞ。これでございます、これでございます。きつねうどんにいっぱいいっぱいメンマを乗っけたのでございますよ。ただちょっと思いましたが、メンマ乗っけすぎかなっていうような気はいたしました。だってメンマが多いとですね、ちょっとつゆが酸っぱくなったんです。はい、メンマの酸味っていうか酸っぱさがありまして、それがつゆにも移ってちょっと酸っぱいな、まあ仕方ないかみたいな、そういうことになってしまったのでございます。ですので味は若干落ちたかなっていう気はしますが、歯ごたえがとにかく最高です。メンマの柔らかコリコリが、コリコリっていうところまでいかないんで、なんとなくこにゃこにゃっていう感じですかね。それがとってもとっても歯ごたえよくて美味しく食べることができました。僕の中では比較的おすすめでございます。そんなお夕飯でございましたよ。ただ値段が高くなっちゃうんですよね。メンマがなんとこのカップ麺2つ分ぐらいの値段になっちゃうんです。ですので合計3倍くらいな値段になっちゃってるわけですよ。だったらメンマなしでいいかなっていうような気がいたしましたとのことでして、そんなわけでしてございまして、はい、お便りの方にも行ってまいりたいと思いますが、実は僕体調を崩してます。すみませんね、ちょっと喉の調子も良くなくて、それで公開時間というか収録時間が遅くなったのでございますよ。そうしないと声が出ないよみたいになってしまったのでございます。
ようやく出るようにはなりましたが、お聞き苦しい点ございましたら申し訳がございません。本日も頑張らせてはいただきますとのことでして、行かせていただきますよ。お便りの方にじゃん、ペンネーム匿名でないアンさんよりいただきました。ということはですよ、もう匿名じゃなくていいっていうことですね。だったら思いっきり呼ばせていただきます。アンさん、お便り昨日に引き続きありがとうね。めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しいですかな。はい、声がもう出ませんので、若干本当にお聞き苦しい点申し訳がございません。早速ですが、その気になるお内容っていうの変ですよね、そのお便りの内容、はい、拝見させていただきます。じゃん、リスちゃん、何度も呼んでくださってありがとうございます。あ、ちょっとすいません、今イントネーション違いましたよね。もう一回やり直してもいいですか。こういうこともあります。ここまで収録したならばこういうミステイクもありますので、もう一回読まさせてくださいませ。アンさんよりのお便り行かせていただきます。じゃん、リスちゃん、何度も読んでくださってありがとうございます。かすれた声でもすべて好き、 LINE ではリスちゃん出まくりです。本日の一言、ほにゃ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 ということですよ。すみません、読み返しちゃいまして、もう一回収録を最初からやり直しましたならばきっともう声が出ないなと思いまして、強引ながらに進めさせていただきました。それにしてもアンさん、もう僕はとっても舞い上がってますよ。そうなんです、そうなんです。だってですよ、もう昨日もびっくりしましたけれども、昨日ももうありがたさで舞い上がりましたけれども、またまたこのようにかすれた声でもすべて、もうすみません、読んでいると僕恥ずかしくなっちゃいました。はい、照れちゃいまして、その言葉をちょっと言えなくなっちゃいました。すみませんね、言えなくなっちゃいまして。だってそれは照れますよ、それは。そんなこんなデレデレでテレテレで、もうちょっと恥ずかしな状態で、どうやってこの先放送続けていきましょうか。この後もう僕舞い上がっちゃいまして、ちょっと頭の中が飛んじゃいました。はい、あまりの嬉しさに。ですから何を喋っていいのかなっていうのがすごいすごい僕の中でまとまっておりません。ですのでもう一回見ちゃってもいいですか。見ちゃうだけ見ちゃっても、じゃん、もう本当にもう僕は幸せ者ですよ。こんなに幸せでいいんですかね。もう何か、むしろこの後僕事故とか起きるんじゃございませんか。それぐらいこのお便り、もう僕の中ではもうありがたさマックスでございます。もう僕は有頂天でございます、有頂天でございますよ。声が出なくてももう叫びたくなります。もうなんか暑いな、暑い、僕はなんか気温が暑いぞっていう感じがいたしますよ。体が
ほかほかになってきました。はい、そんなような感じでして、もうデレデレでございます。すみませんね皆様、もうリスのそんな姿見たくないよみたいに思われちゃいました。でもやっぱりそりゃ照れるときは照れますよ。誰だって僕だって人とあんまり関わりたくないなっては思ってはおりますが、こうして嬉しいお言葉をいただいちゃったら、そりゃ関わり合いもいいなぐらいにも思っちゃいます。むしろアンさんってどんな方なんだろうかなとか、そんなことまで想像しちゃいます。想像しちゃいますを甘噛みしちゃってすみません。そんなこんなでして、本日はい、もう僕はこの先何を喋っていいかが分かりませんが、改めてお礼を言わせてください。あ、しかもですよ、 LINE って LINE で出まくりということは、スタンプやらやらをお買い求めくださったのですか。もうありがとうございます。ただただありがとうございますを言わせてください。もう本当に、もうどうやってお返しいたしましょうか。僕はいつも思うんです。皆様にこうしてお便りをたくさんいただけまして、そして素敵なお言葉をいただけまして、じゃあ僕には何ができるんだろうかっていうことを考えたりします。でも僕って特にこれといった特技もないですし、じゃあ話が面白いのって言ったらそんなこともないですし、じゃあ知識になることを話せるのって言ったらそんなことでもないんですよ。ですからどうやってお返ししていいかわからないんです。それをいつも悩んでるんです。エブリデイこうしてなんとなく放送してるんじゃないのって思われるかもしれませんが、僕はエブリデイ悩んでます。どうやったら皆さんにこの気持ちが伝わるのかどうか、どうやったらどういう風に気持ちを乗せて喋ろうかとか、そういうこと結構真面目に考えてるんですよ。ですからそこのところをなんとか僕は僕なりに頑張りますので、これからもどうかお便りなど仲良くしていただけますと幸いです。いつしか何か僕はお返しできるようなことを考えつくよう頑張らせていただきますよ。ではですね、本当に改めましてアンさんありがとうございます。そして先ほどほにゃほにゃほにゃって言ったお一言、これを今一度拝見させていただきます。じゃん、これはまた、あれ？どういうことだろうな。もしかして、何かしらが、これは、あれですよね。いいことがあったっていうことですよね。いいことが。そうなんです。でも、一体全体、何がどうなったのかっていうところは気になる次第でございました。これを簡単にご説明いたしますと、そうですね。そうだな。とにかく今まで外れまくりだったのがようやく来たというような感じでございます。そうなんです。外れまくりだったのが来たですよ。そうなんです。そういうことでお分かりになっていただけますかね。これ以上ご説明しちゃいますと、ちょっと僕は言っちゃいそうになっちゃいそうな、そんな感じがするんです。はい、このお一言のお一言、はい、そういうことですから、僕はまあ用心深くもうちょっと詳しくご説明いたしますと、まあお初に何かが当選だっていうような感じでございましょうか。もうこれ以上は無理です。これ以上はご説明できません。もう今のでも
かなり言っちゃってますよね。すみません、もうちょっとうまく言葉をこう選んでご説明したかったのですが、僕ができるこれがギリギリのところでございます。はい、かなりギリギリをついたかと思いますよ。とのことでして、一体じゃあそれは何がどうなったんですっていうことだけは続編としてお教えいただけますと幸いです。はあ、じゃあじゃあもう今日はこれで終わっちゃうのですか。なんだかちょっと名残惜しいですよ。僕は本日のお便りによってものすごい頑張れるエネルギーいただけましたので、もうちょっといろんなコメントをしてみたいなみたいには思います。でもまあまあ、でも僕はコメントがうまくないですから、これ以上しようものならば何かしらミスをすることは間違いないのですよ。じゃあ行かせていただきましょうか。ちょっと難しいですよ、お一言。でも僕はこのお一言すっごい気持ちを乗せて言わせていただきます。ですから気持ちが乗っているかどうか、それをちゃんとアンさんがご確認いただけますと嬉しいです。あ、ちゃんと気持ち乗せてくれてたねっていうように思っていただけますことを、はい、願いつつ言わせていただきます。では行きますよ、アンさんからの一言。それではアンさんよりの一言どうぞ。初めて当たりました。